海道すいます芸人のお嬢です。こちらは我が闇沢市の飲食店がずらりと並んでいる道なんですけども、こちらにあるあの伝説のバンドのメンバーが通うお店があるというんです。どうやらショキーンショキーン、こちらがヒントとなっております。さあ行ってみましょう。岩見沢の飲食店街の中に入ると、雪の白さの中に際立つ赤い看板。やんちゃしてそうな男の人の似顔絵が目印となっております。よいしょ。あ、こんにちは。その声は、お、あら、その声はひょっとしてお嬢さんじゃありませんか。お邪魔します。ママスキッチンの真田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。著名人が、はいはいはい、通うお店というのを探しておりまして、真田さんのお店にもきっとですね、まあ真田さんもバンドをやられてますの で、うん、まあ、僕は著名人みたいなもんですからね。そうですよね、闇さん有名人ですからね。めっちゃ手が笑ってない。なので、こちらのお店にも、あの、まあ、有名なですね、ミュージシャンの方とかが通ってるとちょっと噂を聞きつけまして。聞いちゃいました。聞いちゃいました。聞いちゃったか。はい。ああの、内緒のやつなのに。内緒なんですか。聞いちゃいました。結構噂広まっちゃってましたけど、はい、ひょっとしてあの方のことかな。誰ですか。ん、あの、吉川晃司さんのバックとかもやられてるし、はい、布袋さんのバックもやられてるし、はい、多分皆さんご存知なのはX ジャパン元のね。わあ、来た来た来た。あのヒデウィズスプレッドビーバーの。知ってますよ。知ってますよね。もちろんファンでしたもん私。ですよね。はい、ベースのチロリンさん。うわあ、はい。チロリンさんが。そうですね。あとね、X ジャパンつながりでいくと、はい、X ジャパンのあのローディーとかやられてらっしゃった、はい、あのレディースルームの、はい、ジョージさん。うわあ、すごい。はい、そんな有名な方が。これいいんですか。これ大丈夫？やばいですよ。じゃあその、著名人のバンドの皆さんが食べている、はい、必ず食べているご飯っていうのはあるんでしょうか。もう本当にあの2人は白飯が好きでね。白飯白飯真田さんのお店の白飯が大好き。そうそうです。いや、そうじゃないですけど、はい、まあね、あのお二人ともやっぱりあのバンドマンなんでね、はい、ちょっとこう元気をつけるということで、はい、うちのスタミナメニューを召し上がっていただいております。お、スタミナメニュー、はい、そう、ちょっとそれをちょっと私も食べてみたいんですけど、うん、食べちゃいます。いいでしょうか。いいですよ、全然。ぜひ食べてください。よろしくお願いします。はいはいはい、じゃあお出しますんでね。はい、お願いします。少々お待ちください。はい、お待ってます、はい、よし、頑張るぞ。元気だな。お待たせいたしました。お、なんだろう、ね、すごいすごい、ね、何でしょうか。これ半身揚げなんですけど、はい、ちょっとロックノールチキンって言いましたよね。ロックノールチキン、はい、ちょっとスパイシーに、はい、ちょっと衣を絡めたりして、衣しかも中はジューシー、柔らかい、すごい、はい、そしてよいしょ、エアーズロックでございます。エアーズロック、はい、浦野さんの豚肉をですね、はい、あの、まあ、スペアリブなんですけども、はい、ちょっと柔らかく煮込みまして、はい、自家製のママレードソースで炊いてみました。大きい。これを皆さんですね召し上がって、はい、元気にライブをされると。なるほど、ライブは大成功でございます。大成功ですね。これはスタミナつきますね。はい、そうですね。なんかアーティストの皆さんが食べるのが分かります。そうですよね。力行こう。そうですね。はい。迷いますね。迷っちゃいますね。じゃあまずちょっと塩味系なんでこっちからいきます、ね。あ、はい。はい。じゃあまず塩、あ、そっか。レモンかけて。あ、もうお好みで。隠し包丁入ってますので。あ、はい、なるほど。ちょっと引っ張ってもらうと取れるようになってます。え、このままいってもいいんですか。え、ちょっと待って。あ、さすが。さすが。すげえ。うーん。うーん。おいしい、おいしい、さすがです。いや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 、これめちゃくちゃおいしいです。おいしいですか。はい、ありがとうございます。うん、嬉しいです。
ちゃサクサクしてる半身揚げ、私初めてかも。お、嬉しいですね。うーん、うーん、しい。ロックンロールを感じますか。ロックンロール、あ、味付けされてません、この鶏の鶏に。あ、もちろんですよね。中まで全部味入ってますね。中まですごい、はい、そうなんです。ジューシーだし味付けされてて、はい、おいしい。でこちら、はい、マザーズロック、エアーズロック、間違えました。はい、エアーズロック、はい、今日からマザーズロックにします。いや、違います。エアーズロックのままでお願いします。はい、はい、こちら、うー、フラノさんの、はい、豚肉使っておりまして、はい、北海道フラノさんの豚肉ですね。フラノさんの豚肉、はい、そうです、フラノです、北海道ですね。はい、顔よりでかいですよ。大きいでしょ。はい、まあ、エアーズロックという名前の由来はですね、はい、あのオーストラリアの、はい、大きなエアーズロックね、あのこの今コロナ禍でね、はい、大変な時期ですから、はい、もう早く良くなってですね、はい、みんなこう元気に遊べるというね、はい、そういうちょっとスピリチュアルなね、はい、願いも込めまして、はい、スピリチュアルの願いも込めた、はい、そうです。ではでは、これ、はい、あら、あら、今そうなんです、ホロホロしちゃってる、ホロホロしちゃってるんです。え、これ見た目結構ガッツいのに、ね、触ったらすごい繊細なんですけど、ええ、いただきます。はい、いやー、はい、いらないでしょ。いあらゆるものいらない、そうですね。あら、あ、素晴らしい。え、お肉って感じなんですけど。そうなんですよ、はい、もう外でちょっと柔らかくなると炊きましてですね、はい、はい、でママレードと一緒に炊いてるので、ちょっとほろ苦さね、甘みと、はい、甘いです、ですとても、はい、甘くて甘じょっぱくさもあり、ね、うーん、気に入っていただけましたか。おいしゅうございます。ありがとう、ありがとう。こちらもあのメンバーの皆さんも、そうですね、はい、はい、吉川浩司中も好きですかね。吉川浩司中さんも好きなんですね。あの伝説の伝説の、いやー、これは皆さん、アーティストの皆さん食べて、そうですね、次の日ライブでガンガン騒げますよ、はい、これは騒げますね。うん、ジョージさんなんかがっついてますからね。あ、そうなんですね、はい、ジョージさんがっついてるっていう、はい、プチ情報もいただいて。あのチロリンさんとジョージさんが食べたチキンとエアーズロック、はい、もうなんか私も食べてパワーめちゃくちゃ湧きましたね。ロックンロール、ロックンロール魂を、ね、引き継ぎまして、はい、私まだ生きてますよ、ね、あ、いや、早くコロナが ね、 そうですね、収束してまた、うん、やっぱりやめたってこのフェスとかもありますし、はいはい、す、音楽でね、あの溢れてる街だと思いますので、ぜひね、そうしていきたいですね、これからも、ね、うん、なのでもうきっと真田さんのこちらのお店も、はい、バンドマンとか皆さんが集まって、はい、またワイワイできる日が楽しみですね。いいですね、今いい手しましょう、いい手しましょう、今ワイ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 したいですね。そうですね、ワイワイしたいです。ここでございます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんお待ちしております。